さあ、無事にですね、3食を終えて折り返しが過ぎました。下級職の3食を終えて折り返しが過ぎたところですね。残るは選手と僧侶。どっちも正直ドラギー軍団には荷が重いんじゃねえかなってちょっと思ってる部分があって正直だって前回の魔法使いだってもう何あれうんじゃん。編集してたら絶対思うと思うんですけど、完全にうんですよね。音の宝石の魔法と何回引いたと思ってんので、最後に魔力上昇引いてようやく勝ったみたいなさ、そのミラクルを起こしてようやく勝ってるんで、普通だったら負けてますね。あれ沼るかと思ってました。で、今回は、こっちに行きます。最強ソウル決定戦。こっちの利点は、職業相性、これもあります。なんと。なんで、職業相性が、3つあったんだよね。オリコンボ最強伝説の時って、2つしかなかったはずなんだよ。だけど、今回は2つではなく、3つあるんで、ここも職業相性を発動させるんで、耐久力の底上げにつながります。まあ、あとは単純にね、2倍がいいです。さあ、ドラゴンクエスト、モンスターバトルビクトリー、僧侶！僧侶といえばもう遅延行為と、四国の杖持ってますよ、もう、ムービーでも。まだね、つばぜり合いに勝ってね、四国の杖とかでね、ベホミで粘りに粘るね、大人の勝ち方をした人が何人いるでしょうか。始まったなぁ。Ladies and gentlemen, バトルロードファンの皆様、大変な長らくお待たせいたしました。ここに最強僧侶決定戦の開催を宣言いたします。僧侶はね、決勝戦がまあ強いんだ。さあ、やってきたね。ついに最強の僧侶を決める時が来たね。うん。ここに出てくるのがスネオことね、匠ですよ。おーっと、キングウントしてたんだね。君はついてないね。バトルの少年団最強のソウルと言われるこの僕と同じで答えが出るなんて。まあ、ソウルは僕しかいないんだけどさ。まあ、雰囲気だよね。正直言うと。僧侶って基本職の中で一番雰囲気な気がする。気だけどあくまで。なんか、まあ、魔法使いみたいに火力があるわけでもなし、思い切った耐久力や攻撃力があるわけでもない。できるのは何かって言ったら、ベホイミとかホイミの遅延とかやから、まあ、一番見栄えが悪いんだろうな。でも、スペックは高いと思う、僧侶の。じゃあ、そんな僧侶のスペックの高さをね、今日は、ドラキー軍団でやってやろうと思いますよ。見せてやりますよ。さあ、1回戦。なんだっけな、クックルとかだっけ。ああ、違うわ。そうや。ヒッポだ。ソウルにヒッポ持ち込むとは一体何事かと私は突っ込みたくなりますが。私は考えました。ソウルは確かに耐久ができるとは言いました。ただし、今回ドラギー軍団なんですよ。ドラギー軍団ということで、そんな、悠長に回復なんてやってる暇はありません。なので、今回は裁きの杖を持たせていただきます。なんでかっていうと、タオドルキがルカなんだからですよ。もう女神使えないの、この子。ルカなんなの。さあ、1回戦。まあ、とりあえず、今回も風の通りが非常にいいんで、風属性打っていきましょう。向こうも精霊の盾、こっちも精霊の盾。2対4っての戦いになりますが、今回私の武器はサバキの杖です。バギマを打ちましょう。とりあえず、パーフェクトガードしたら下でバギで吹っ飛ばすし、まあ、プテナードンが風に弱いんで、超音波でそこそこのダメージは出るんじゃないかい？はい、せーの！いいね！いいダメージ出てる。おーおーいいねー、いけ！バギーを唱えた！今回はタホドラキーとドラキーです。ドラキーは欠番ですね、前回。前回、子守歌でね、活躍したのかしてないのかわかんない。ドラキーは今回お休みです。いいよ、け。さあ、真空の呪文で、行くぞ。裁きの杖だって、バギマンを捉えたい。はい。いいね、いい火力。火力あんな、思った以上に。超音波でマヒラスタンすごくでかい。これは苦戦せずいけそうですな。うん。シールドヒップなんてね、もう大したもんじゃないですよ。シールドヒップの攻撃が割と痛いのはなぜなの？シールヒッポの攻撃ですらさっき今割と痛かったような気がするんだけど。おっと来ました、パーフェクトガード。まあこの方といったらパーフェクトガード。しかしまあね、呪文主体なんで、やっぱり呪文主体なんで、
まあ、超音波は仕方ない。ここは仕方ない。ここは仕方ない。これは仕方ない。これは仕方ない。まあね、海なりの杖もね、なんか微妙な杖なんですよね。まあ、シャドウゲーが使えるのは強いんだけどね。まあ、序盤に手に入る杖としては、まあそこそこ強いけど、祝福の杖が強すぎるからな。さあ、さっき動けなかったプテラノドンくんじゃないか。痛えなぁ。ああ、痛えなぁ。なんかそんな気がしたんだよ。すぐそういうことするだろ、お前ら。ほら、バギじゃ、ほら。オッケー。いいよ。次でリーサル決めちゃいましょう。いつも通りの流れで行きましょう。さあ、バギー今を打って、330くらい出るんじゃない？ 330弱。さあ、終わりだ。今回はちゃんと気をつけていかないとね。前回ね、ドラゴンオーブの上からこいつ撃ったからな。前回、ドラゴンオーブの上からこいつを撃つというね、最大のポーンをやらかしたんでね、気をつけてまいりたいと思います。よろしくお願いします。よし！火力は大丈夫そう！さあ、2戦目。ここですよ。ここにですね、ラリホーを使っていくんじゃなかったかな。ラリホーの杖だよね。そうだよね。眠りの杖とドラゴンキッズが来る。そう！こいつらがね、地味に怪しいんですよ。ミニモンチーム。ドラゴンキッズはもうさ、すべてに対して硬いっていう時点で強いし、まあ、クックルはともかくよ。クックルなんてもうどうでもいいっすよ。そんなもんどうだっていいんすよ。で、主人公のラリホーが、まあ、うざいですわな。そのうざさを押して知るべきです。私はね、過去の実況者の中で、このパーティーに沼った人を見たことがあるんですよ。まあ、ラリホーで寝かされて、キッズやクックルたちに避けられて、みたいに。そういう沼り方をした人も見たことがあるんで、まあ、油断できないパーティーではあります。その、耐久力の硬さを押して知るべしだな、本当に。なんだ、55って。バギ55ってなんだ、どうなってんだ。あ、いいね。いいよ、け。あ、いいね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 。いいね。さあ、問題はこのラリホー。来ました。ラリホーです。これでグダルってめんどくさい。グダグダや。あー、グダグダになった。おーおーおお、グダグダやな。早速グダグダになってしまったな。まあ、事後フラッシュで起き、まあ、眩しいから起きるんじゃないか？眩しいから起きるんじゃない？目を開けていられない。関係ないね。私がやることはただ一つ。裁きの杖を選んだ理由はですね、殴れるからです。くらえ！殴ってやる！おらー！割と出る。起きてる。さすがに重フラッシュ起きたか。もう殴った方が早い、これ。そう、バギマが通らない相手が割と多いんですよ、ソウル決定戦って。ソウル決定戦って、割と、なんか、もう殴った方が早いみたいな。だから、クックルさん、クックル隊長を狙ってくれればいいんだけどね。クックル狙えばだいぶ出るよ。せーの！はい、オッケー！なんかめっちゃ出る。割と出る。もう、めっちゃ武力系ソウルじゃねえかよ。お、いいよ、け。これは658。658。生存盾だよね、向こう持ってんの。あ、ナイスすぎやん。これは決めた。これ決めたでしょ。これはもう、リーサル行きましょう。次は、これ耐えられるから、2で耐えるんじゃないよ。2で耐えたよ。乱数で耐え合ったよ。このチームのうざさを押して知るべしだけど、それ以上にね、私の戦略の方が1枚上手だったようだね。よし、終わりだ。オーバーキルだ。いくぞ、トラキーマン。サウダイ合体、グレートトラキー。グレートフルブリザードー凍りつけヤッホー321。クックルの体勢に穴があるのがね、よかったね。さて、3回戦。HP が一番低いチームが出てきます。大会モード中、一番HP の低いチームは何って言ったらこれです。1465しかないんです。こいつらの体力は。どうしてもこうしても、タホドラキーがバギを避けられないんですよね。で、裁きのイカ槌で殴るとして、聖樹の盾持ってんのが、まあ、都合が悪いし、そうなると。だから、お互いなんか攻めづらい、なんか何とも言えない勝負になるんじゃないかと私は思っています。お、様子見てんね、それは。
ってことはタホドラキーは確定反撃食らったか。最悪こいつに3回ヒットするとめんどくさいことになるか。まあ、こっちも回避率あるから避けていくっていう手もあるけどね。でバギーがこんだけしか通らないと。グレートフブリザードしたいんだけど、聖女の盾持ってんのがね、都合悪いな。結構食らうな。はぐれメタルがようやく動き出す。ヒットアンダーウェイ出たか、やっぱり来ちゃったか。まあ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 。はぐれメタルは逃げ出した。どうしよう。噛みつき、さあ、君の、ハンダ力、オッケー!いいね!よく当てた、よく当てた。素晴らしい。素晴らしいよ。さあ、必殺さばきのイカズチ!いけ!さばきの雷を落としてやる!いくぜ!せーの!はい、よいしょ!なんじゃ何者なんじゃもです。びっくりした。なんじゃ500って。すっごい出たぞ、今。すっごいダメージだ。オッケー。あとはもう流れで行きましょう。よし。もう、負けはないね。ここで、まあ、ドラキーちゃんが、どっちかを行動を選んで、タホランが動いたか。オッケー。じゃあ、リーサルいけますね。余裕でリーサルいけます。オッケー。まあ、ここで死ぬことはねえから、ここで死ぬことはないから、次に、グレートドラキーリーサルですよ。まあ、なんだったらここで、ああ、まあいいよ。大丈夫。いいよ。292なんで、はぐれメタルにもね、グレートフルブリザードは通るんで、問題ありません。よし!素直に行きましょう !GO! 賢者の石とかじゃなくてよかったぜ。そうだね。魔法使いの時のポンはもうやらかさねえぞ。行くぞ!すべてを凍らせるつもりだ!グレートフルブリザード!はぐれメタルにどんだけ出るかな?はい !205! 強い!はぐれメタル205までは十分だよね。火力としては。うむ、さすが、よく総力軍、長期戦に持ち込む熱戦だったぞ。本当に言ってんのか、お前。長期戦に持ち込むところが3ターンでもう凍りついたぞ、あいつ。いや、サマキのイカズチが強いんだよ、意外と。やっぱ、雷属性って強いんだよね、このゲーム。いいね、この完成。僕の勝利を見たいんだろうね。さあ、この匠ですけども、まあ、実況じゃないの鬼門と言われていますね、ここも。ここもなかなかの鬼門だぞ。いけっかな。さあ、匠の決勝戦パーティーですね。僧侶とゾンビ。そう。切っても切れない存在ですね。僧侶とゾンビ。そして祝福の杖を持ったね。ほぼ完璧に近いような僧侶パーティーです。私がね、見るに、このチーム、完璧ですね。ラリホーで眠らせてきたり、会心率の高いマミー。嘆きの歌、いや、ドラムクラッシュが強いデュラハン、そして祝福の杖を持った僧侶。完璧です。私は何を言えばいいんでしょうかね。完璧ですね、あなたのチーム構成。それに対して私たちはなんか交互に言いたいですよ。片やね、ラスダン手前に出てくるようなね、デュラハン。片や序盤に出てくるコウモリを殴らないでくれ。やめて、痛いよ。この野郎、あのマミーとかいう包帯野郎め、これでも食らえ、行くぜー、おらー。またすごいことになったな。あ、バギーまで来る分にはまあまあいいかな。風には強い。風には強いから大丈夫。これ、僧侶殴った方が強えな。あ、ちょっと待って、避けられた。ひょいってなったな、今、マミー。まあ、避けなくはないか、お前も。さ、バギーで、バギーはデュラハンには通るんだけどな。来た、ラリホー。これ、主人公になるときつい。ラリホー。タホランか。そうか。じゃあ、まあ、やるしかないね。このターンだね。ダメージです。互角前に持ち込んでる。
あー、緑か。トントントン。あ、まあいいでしょう。ここで気合で勝ちますんで。とりあえず、つばぜりの調子はね、良好なんで、ここで負けることはないと思うよ。よっしゃ、オッケーオー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 ケー。ここで一旦止めて、任意の人やり玉だよね。オッケー。で、光の玉なんで、まあさすがに、それだとしてもとどめ打たれるのはね、だいぶ後なんで、その間に削り切ります。聖樹の盾持ってんのが気になるかな。超音波発生！よし、よく当てた。よく当てた。偉いよ。偉いよ。よく当てたよ。当てただけで偉いよ。正直ね、祝福の杖で耐久してるような暇はない。この、こいつらにとって。打撃にこんなことになる。だってこんな肉ダメージ食らうんですもん。うわ、ラリホー擦ってくんねー。やだねー。オッケー。素直にこれは殴り勝ちした方がいいかも。あー、チョンパになっちゃった。まあ、いっか。ただ、聖樹の盾のことを考えると、500ぐらいまで削らないとダメだね。うわーい、却下。さあ、来た。回心率高いぞ、それ。ガードな、いったいなーいったいな、もう。やばいって。避けろ避けない、避けもしない。ドラキー軍団のいいところが、何一つ光らない。きつい。いけ、さばきのやつにマミーに落としてやるぜ、ほら。よいしょやばいな、やばいな。これどうしよう。ドラキーマがいない。今回は寝させることもできねえ。いくらなんでもボーダーがきつすぎる。これどうする。よけるか、よけるか、避けますか。避けよう、避けよう、避けよう。ドラキー軍団は足早いから、とりあえず先制攻撃して、会心出して、パンパンパン、会心パンパンパン、いくぞ。いけいけ、いける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 。早いもん、こっち。おい、ジュロー走った。おと、相手の攻撃避けろー。ああ、頑張れ、気合で耐えろー。なんで全然避けへんねん。お前ら一回か避けたか、お前。一回避けたか、お前ら。試しがないで、お前。